2曲目ふるさと、3曲目ザ・バンドプレイドオン、4曲目ハローファイヤーマンの以上4曲です。皆様盛大な拍手でお迎えください。それではどうぞ。こんにちは、消防音楽隊です。今日は皆さんお集まりいただき、また足を止めていただきありがとうございます。私たち消防音楽隊は普段、消防隊、救急隊、救助隊、119番を受ける部署、あと、日勤、事務をずっとやっているものを、主催としておりまして、勤務の合間を縫って短い時間ではありますが、定期的に練習を行っております。今日はよろしくお願いします。さて、11月になりまして、10月の終わりぐらいから、だいぶ朝夕涼しくなってきました。そこで、秋を感じさせる曲として、ふるさとの演奏を行います。それと引き続きバンドプレイドオンといいまして、ちょっと明るめの曲ですね。2曲続けて、皆さん聴いてください。よろしくお願いします。Thank you.
ありがとうございました。先ほどですね、朝晩涼しくなったということで、これから火災が起こりやすい季節になってまいります。消防局では全国的に11月9日から11月の15日まで秋の火災予防運動ということで実施をいたします。現在佐世保市消防局では昨日までの時点で77件、1月からですね、77件の火災が起こっております。ちなみに去年10月いっぱいは去年の全ての合計が104件でした。で今年も、ちょっと少なめではあるんですが同じような、数で推移しております。これからも皆さん、寒くなって暖房器具とか、焚き火とかする機会がもしかしたらあるかもしれませんが火の用心に常に心がけて明るいお正月を迎えられるように皆さんで、気をつけていただきたいと思います。それでは、次の曲最後になるんですが、我々消防隊が、火災を、指令を受けて火災現場に、と鳴らしてですね、消防車で駆けつけてで火災活動を行うというイメージで作られました、ハローファイヤーマンという曲を最後に演奏します。よろしくお願いします。